統治之咧，好多 artist 咧，海外同埋亞洲區嘅 artist 都好想同佢合作。監督ご存知かどうか、実は今日本以外の海外、特にアジアでもですね、たくさんのアーティストが監督と一緒に仕事したいって、そういう話聞いたことあります。完全不知道的吧？他知不知道他是成為金馬的集郵對象，即是合照對象，因為很多的 artist 已經揚言話目標人物要同佢影相。あともう一つなんですけれども、多くのアーティストはですね、もうぜひ是枝監督と一緒に写真撮りたいと、もう被写体としてもですね、大変人気なんですよ。この話聞きました。いいえ。YouTube つやっと。ありがとうございます。咁或者你對香港嘅藝人或者亞洲嘅藝人有啲邊一啲好想合作，或者對啲新生代嘅藝人有啲邊一啲係佢覺得誒會想合作嘅對象？例如アジアの俳優、役者、アーティスト。あるいは香港のアーティストでもいいんですけれども、新人アーティスト、この人だったら一緒に仕事したいなと言いますか。いやいや、もちろんたくさんたくさんいるんだけど。ヤオホウトウトウかよ。この間台湾金馬賞に行って一緒にプレゼンターを、させていただいたんだけど、グイルンメイ。佢話之前喺金馬獎，同我一齊上台頒獎嗰個桂倫嘅，桂倫嘅，都咁素敵啦，哇，好靚啊，好有魅力啊，佢係金馬影后嚟嘅。実は彼女も今夜最優秀主演女優賞ノミネートされてるそうです。あ、来てるの？佢有嚟咩？唔係，佢冇嚟香港喎，因為佢係金馬影后嚟嘅。香港には来てない、来ないですね。有冇合作嘅計劃？僕が彼女と一緒に仕事する予定とかも、いや全然ないんですけどね。完全冇啊。僕が代わりにもらって渡してもいいけどね。佢話：如果佢今晚攞獎嘅話，我幫佢領獎，你之後我加佢。即係阿導演嚟緊，會唔會有啲咩計劃係會拍啲再拍？即係日本電影之外，拍啲其他國家嘅電影。まあこれからですね、監督が、はい、例えば日本映画以外の外国で外国映画を撮る予定ってありますか？予定はまだないんですけども、チャンスがあれば本当にアジアの、いろんな国の方たちと、作品作りというのをやりたいなというふうにもう10年以上前から思っているので、その実現に向けてこの10国からまあ10年は長いな、なるべく早いタイミングでそういう企画を実現できるように頑張ります。而家咧就冇計劃，咁喺度等機會啦。啊，咁我其實十年前咧，我就喺度諗咧，話好想同亞洲唔同國家、唔同地方嘅啲電影工作人員咧一齊合作，即係拍戲啦。咁我覺得個十年咧時間實在係太長，所以我好希望咧係盡快咧係有機會可以同亞洲唔同國家、唔同地方嘅人咧一齊合作。有冇話邊一個係可能有啲首選嘅地方國家？即係，まあこういったアジアも国がいっぱいあるわけなんですけれども、その中で一番まずこことはやりたい国ってあります？いや、まあお声掛けいただいて何か一緒にやりましょうねと言って韓国で去年、公開になったブローカーをやったんですけども、それもまあ役者さん一緒にやりたいねって言ってくれる役者さんがいたので実現できたっていうのがあるんですよね。なので、まあどこの国でというのが明快に一つあるわけではないんですけど、ただ僕は父親が台湾生まれなので、台湾の役者さんたちとか、台湾を舞台にしたものとかそういうものは興味があります。看看有冇人帶我啦，佢話佢話好似啱啱喺香港都上咗嗰套《Baby Broker》個煙霧轉運站，其實係韓國嗰方面咧，佢哋喺舊年咧，佢哋話想合作啊，咁其實都唔係話電影公司，而係演員，即係個宋康浩嚟嘅，咁佢就話好想同我合作啊，咁啊傾啊傾啊，咁就完成咗咁樣嗰個 project 啦。咁所以話有冇一個譬如話首選嗰個國家嚟講咧，我就好難講啦。不過我諗起我爸爸其實係台灣出世嘅，咁所以我話
譬如係台灣拍個舞台係台灣，同埋個演員係台灣演員嗰個電影咧，係通常拍嘅。想問咧，今次同韓國嘅演員合作，其實個感受係點樣咧？まあ今回韓国の役者と一緒に仕事をしていて、まあどういうふうに要は感じたんですか？思ったんですか？まあ一緒に仕事していて、まあ大変出ていただいた方たちみんな本当に大変プロフェッショナルでしたし、映画制作の現場自体がやっぱりとても働き方が改革が進んでいて、日本に比べると長時間労働もないですし、休みもちゃんとありますし、映画を作る環境としては本当に素晴らしいなというふうに実感しました。佢話即係大家今次有參與嘅啲演員咧，個個都係好 professional、好專業啦，嚇咁同埋喺韓國拍攝嗰個現場咧，個工作方式又好啦，即係改革啊樣嘢都做得好好，比日本好好多嚇。譬如話喺韓國拍戲啦，就唔會話一日拍好長好長時間啦，咁大家都會有一定嘅休息嘅時間，所以喺韓國拍戲其實而家佢哋嘅製造環境咧係非常之好嘅。咁係，即係而家都譬如 Oscar 俾啲國際大獎咧，都多咗好多亞洲嘅電影咧，可以喺上面度即係有獎啊、提名啊咁樣。其實佢覺得嗰個前景，譬如日韓啊或者香港，即係其實嗰個前景係點咧？係咪會容易多啲俾外國人去睇到我哋嘅電影？まあ今アメリカのいわゆるアカデミー、Oscar。もうたくさんのアジア映画がノミネートされたり受賞されたりすることがあるんですけれども、こういった傾向というのはこれからやっぱりどん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 多くなってくると思いますか？うん、素晴らしいね。今日はリルの問題まだ方法はそれやっぱ僕も今アメリカのアカデミー賞は投票権をいくつかの部門で持ってるけれども、まあ、いろんな時代の変化でやはり今アメリカの国アメリカ国内だけではなくて、そういう形で投票権を持つ人たちがアジアの方にも広がってきているから、それもすごく影響していると思うけれども、そのハリウッド映画、アメリカ映画というもの、まあ、アカデミー賞というのがそのアメリカ映画のだけのお祭りではなくなってきているっていうのかな、そういうこう多様なものをにこう開かれてきているという傾向はこれからも強くなっていくんじゃないですかね。我覺得呢個係一件好事嚟㗎啦。譬如話我自己本人都係嘅。之前喺Oscar， 譬如話有提名啦，咁所以而家我都係佢哋嘅會員啦，我有可以投票嘅，有嗰個權利啦。咁所以可能咧嗰個時代而家唔同咗。以前咧，譬如話你講美國電影，佢哋係全部都係美國㗎嘛。咁而家咧多咗好多美國以外嘅，譬如話亞洲啊、歐洲啊、其他國家嘅地方啲人咧都係參與咗，譬如話可以投票去選啦。咁所以我講而家嗰個美國電影又好啦 ，Oscar 又好啦，佢哋就即係多咗好多，即係多元化嚇，咁同埋好國際化，即係好多好多唔同地方國家人都可以參與。我覺得呢、這個嗰種趨向咧係會越嚟越強咯。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊！